ずちゃんでございます。今回はゆずちゃんがご紹介させていただきますね。ゆずちゃんでございますよ。はい、今回はですね、ワンちゃんとの触れ合いをですね、ご紹介していきたいと思います。触れ合いです。こう触ることでございますね。はい、初心帰ってご紹介させていただくんですけども、なんで、かと言いますとですね、最近生後数ヶ月を飼っている飼い主さんからですね、いろんなコメントをいただきます。で、中にはですね、触れるのすごく嫌がるっていうコメントをいただきましたので、初心に帰って、ご紹介したいなと思います。で、忘れとったなっていう方もね、ぜひ、これ見終わってからやってください。では早速でございますけど、触れ合いですね。もう本当に基本中の基本でございます。で、皆さん、どうやってやってますね。まず基本もこう、頭ですね。頭。ね。よしよしよし。ありか。あー、いい子だ。いいか。あー、ありか。これね、ちゃんと言葉言ってあげてください。褒めてね。褒めてあげてください。ね。いいよ。んなんてやらなくていいからさ。ね、黙ってやるのはね、かえって不安になります、ワンちゃんも。こうやって。不安になります。ね。ちょっとシュンとしちゃいましたね。ね。ね。あ、よしよしよし。あ、いい子だね。あ、よし、ゆずちゃんいいか。よし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 。あ、いいか。いいよしよし、いいぞ。ね。はい、行こう。ね、でこうやってね、触れていってですね、胴体ですね。はい。で、なかなかですね、やっぱり嫌がる場所っていうのはこういうふうに耳の中とかね、どうですか？皆さん耳嫌がりませんか、ワンちゃん？ね、はい。ゆずちゃんも最初はすごくね、触るのをすごく嫌がってたんですね。嫌だ、触るの嫌だ、嫌だって言ってね、もうすぐなんていうのかな、こうブルブルってやるんですね。ブルブルもうやだっつって、ブルブルってやってすぐ逃げちゃうんですけど、今どうでしょうこれ。ゆずちゃん耳気持ちいい。耳気持ちいいね、ゆずちゃんですね。耳に、最初嫌がってたんですけど、今はもうこの通りすごく気持ちいいってね、こう 目をね、こう閉じちゃうんです。もう気持ちいいから。気持ちいい。はい。ね。そういう耳の中を触っても大丈夫なのか。あとは、こう、お鼻ですね。お鼻触っても大丈夫ですね。はい。ちょっと濡れちゃうんですけど、そんな汚いもんじゃないです。ワンちゃんが自分のですね、舌で、鼻をペロって舐めて濡らしてるだけですから、ね、変な液が出てるわけではありませんので、たまに鼻水ベーって出ちゃうかもしれない。ね、ベーって出てる場合もありますけど、それは鼻水ですね。基本は自分の舌ベラで鼻をこう濡らして、いろいろですね、匂いを感知する能力を向上させてるわけです。ですから別に触ってもね、いいんですよ。で、こういうふうにね、触り慣れてないと困ったもんですよ。あ、嫌がった今。ダメだよ。チチ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 チ。はい。これもね、お鼻検査するときとか、こうやって触られます。獣医さんね。なので、しっかりね、触られて、慣れている状態じゃないとね、診察できない状況にもなり得ますので、しっかりとですね、触り慣れましょう。もちろん、耳の中もそうです。はい。ね。で、今、基本ですね、こう、前の部分、ワンちゃんの体の前の、頭の近くの部分だけをご紹介しましたけど、今度はね、ちょっとじゃあ、どんどん、下の方になるんですけど、どうですか？肉球触っても嫌がりませんか？肉球触ると、いやってこう、ピュッてこうね、腕を引っ込める、こう、いたりしますけど、これもですね、慣れれば、こんな風に、
おとなしくして、くれてます。まあ、これに関してはですね、足の関係に関しては、ね、前足、後ろ足に関してはですね、散歩をして、終わった後にですね、足をこう拭いてあげる。ね、まあ、タオル、もしくは、まあ、雑巾でもいいですけど、こう拭いてあげていることをですね、毎日心がけるとですね、嫌がるの、嫌がる素振りっていうのはね、なくなります。で、よし。じゃあ今度こっちになって。ね。はい、よしよし。はい、いい子だね。で、ここもね、拭くときも、しっかりとね、声をかけてあげる。ね。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ちょっとお尻。あ、ね。はい、足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 。後ろ足。ちょっとこっち、こっち。こっちの足、こっちの足。こっちの足。はーおりこ。よしよしよし。はーおりこ、おりこ、おりこ、おりこ。ね。あ、もうちょっと。ほら、ほら。はい、おりこ、おりこ、おりこ。はい、今度こう、逆の足、逆の足。こっち、こっち、こっち。はい、はい、はい。はい、ありか、はい、ありか、はい、ってね。はい。まあ、こんな風にですね、声をかけてやって、決して黙ってやらないようにしてみましょう。で、まあ、足の部分はですね、やりまして、今度はじゃあ、こう、お腹の部分ですね。お腹どうです、皆さん。ワンちゃんのお腹。これ、触って嫌がりますか？ね。ですね、こうやってお腹をこう、触ったらですね、気持ちいいとですね、気持ちいいとこうボコって膨らますんですね。わかりますこれ。お腹を引っ込めて、腰をですね、腰、まあ人間で言うと腰ですね、これね、背中ですけど。背中をですね、ボコってこう、こう丸くするんですね。普通の場合はね、ゆうちゃんこれ普通、ゆうちゃんこれ、あ、ゆうちゃんこれ、いい？普通だとこう平らになるんですね。平らなんです。気持ちいいとね、こう、こうやってこう、ボコって膨らむんです、これね。私、こう、グッと押してませんよ。グーッと押したら苦しいですから。こうの、さすってるだけです、これ。ね、さすってるだけですから、ね、よし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 、で、ボコってなっちゃうと。はい。ね、あとは、こう、お尻方面ですね。はい。お尻。はい。はい、よし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 。こう、お尻ですね。お尻。お尻を、もう直でこう、触る。よし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 。汚いって思わないでくださいね。飼い主さん特に。まあその、したて、ね、して後とかは、それはちょっとね、躊躇しちゃいますけど、まあ、してからだ、もう綺麗にしてね、まあだいぶ時間経って、ちょっと乾いたぐらいに、乾いたぐらいの時に、まあこうやってやってくれればいいですから。ね。まあした直後はあまり、まあ汚れて、だいぶ汚れちゃうので、でこうやってさすると毛もだいぶ汚れちゃうのでね、まあいろいろこう綺麗にしてから触るようにすればいいと思いますよ。ね、よいしょよいしょ、はい、ね、よし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 、ね、はい、さあちょっとさこれゆずちゃんさ、ゆずちゃん、ゆずちゃん、ちょっとさ、ゆずちゃん、こうやってさするの、ゆずちゃん、すごく気持ちよくなっちゃってですね、こう、お尻にこうやって体重、すごい体重乗せるんだよね。お尻に。ね、ちょ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 。体重乗せなくていいよ、思いっきり。すげえ力だって。ゆずちゃん、すごい力。体重、そんな気持ちいい。ね、お尻、そんな気持ちいい。さあ。すんげえなあ、もう、すごいすごい、すごい体重乗せちゃう。ね。はい。まあ、お尻が触れたらですね、今度は、尻尾。ですね。はい。いいよ。いいよ。ちょっとそのまま、ちょっと我慢してて。そのまま気持ちいいのは分かったって。はい。ね。そっち向きがいい。こっち向きがいい。ね。こうやってやりたい。こっち向きがいいの。うんと、ゆずちゃん。なんでお尻見せたいの？ね、あなた。本当に。ね、こうやってね、尻尾をですね、こうやってマッサージしてあげるっていうのも、一つのね、手でございまして。これ、まあ、緊張をほぐす方法でもあるんですね。はい。こうやってね、マッサージをしてあげる。
よし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 。特にですね、まあちょっと興奮しがちなワンちゃんっていうのは常にこんな風にですね、私は自信満々だよって言ってね、こう尻尾がね逆立ってるっていうのかな、逆立ってる状態、はい、この状態をですねずーっと維持しちゃいますんで、すごくここに力が入ってね、硬くなっちゃってるんですね、凝り硬くなってるっていうのかな、はい、だからここをねしっかりマッサージしてあげてください。よし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 、ね、よし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 、はい、こうやってですね常にまあこう動かしているワンちゃんならいいんですけど、こう一定でずーっとこういうワンちゃんいますね。まあゆずちゃんがそうなんですけど、こうやってねずーっとこうなってる場合はね、ここがもうすごくね凝りがすごいんですね、ここね、ここすごいね、ゆずちゃんコリコリしてる、ここはすんごいコリコリしてるね、はいね、はい、ということでね、こうやって、まあ、全身を触ってあげることによって、まあ、安心を得るわけでございますね。でこう安心を得るとですね、飼い主さんであれば触ってもいいよっていう、まあワンちゃんからすれば OK サインですね。何にも嫌がらない、どうぞ触ってっていう触ってちょうだいっていうね、状況をですね作ってくれるので、はい、ここまでになるととってもね、やりやすくなりますんでね、皆さんもぜひ、目指してください。特にですね、ここ最近でコメントいただいた方はやってみてください。はい、であと、まあ、忘れちゃったやっていう方もぜひやってみてください。はい、では次回もぜひご覧になってください。バイバイそれではキビキビバイ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 